はい、どうも、谷プロのともみんです。ですね、今日はちょっと会社を出て谷田ひつみに行ってみようと思います。ちょっと何をするか全く分かんないんですけど、とりあえず普段着で着ていって言われたんで、なんかこういう普段着、パーカーとスキニーっていう、すごく普段着、休日に買い物に行くような、スーパーに買い物に行くような普段着で行ってみたいと思います。では、行ってみましょう。初めての方がいらっしゃいますので、よろしくお願いします。本当ですか？ジムとか行ったことないんですけど、大丈夫ですか？もちろんです。とっても簡単なので。よかった。初めても大丈夫だそうです。嬉しい。タニフィッツに行って、はい、女性限定で聞いたんですけど、それ以外に何か特徴とかってあるんですか？あ、はい、そうですね。ご説明してもよろしいですか？はい、お願いします。はい、それではこちら見ていただきます。はい。はい。じゃあ、はい。ゴルフフィッツにはですね、サイクルトレーニングという運動方法を取り入れております。だから円になってるんですね。そうなんですよ。はい、運動前後のストレッチを含めても、はい、30分で運動することができるようになっております。30分で終わるんですね。すごい、はい、早く終わる。そうなんですよ。あっという間に終えることができます。お手軽ですね。そうなんです。あとは、はい、音楽に合わせて、筋力トレーニングとウォーキングを交互に行う、はい、とっても簡単な運動ですので、はい、運動初心者の方でも安心して運動することができるようになっています。はい、やっていきましょう。お願いします。はい、お願いいたします。次は、ももの前と、ももの後ろのトレーニングになります。はい、それではですね、失礼します。横から座りまして、はい。はい。ハートの間に足を入れていただきます。背中を向けて、グリップを握りましょう。はい。はい、足を伸ばして、曲げるの繰り返しになります。はい。はい、伸ばした時に、ももの前。はい、曲げた時にももの後ろのトレーニングになります。はい、はい、お膝が痛い方や、はい、はい、足に筋肉をつけたい方にとても、はいはい、有効なマシンです。やってみましょう。はい、やります。はい、それでは反対から出てきてください。はい、はい、ではまずは座ります。はい、はいはい、ではパッドの、はい、足ですね。はい、足を入れていただきまして、背中をつけてグリップを握ります。はい、はい、足を伸ばしてみてください。結構、そうなんです。結構上げるのに疲れる。はい、見た目以上に、はい、しっかりと、はい、伸ばした時にはももの前です。なんかいい運動してる感は。いいですね、いいですね。きつすぎないみたいな。はい、最初びっくりしましたけど。はい、見た目がこう結構地味な割にしっかりとこう強度があるので特徴ありますよね。それでは出てください。はい、ありがとうございます。はい、力こぶと二の腕のトレーニングになりますので、はい、やってみます。はい、はい、こちらですね、支柱があります。はい、はい、支柱の沿線上に肘を置いていただきまして、はい、パッドの間に手を入れます。はい、座ります。はい、腕を曲げて伸ばすの繰り返しです。曲げた時には力こぶです。はい、曲げただけ、伸ばした時には二の腕ですね、はい、のトレーニングになります。はい、それではやってみましょう。最後ですね、はい、パッドができて座ります。はい、ありがとうございます。それでは腕を曲げて、はい、力こぶ伸ばした時には二の腕です。あ、腕って意外と筋肉ないんですね。細いですね。そんなことないだから、はい、腕を曲げて力こぶです。そうです、そうです。はい、伸ばして二の腕ですね。どうですか、疲れてます？疲れてます。すごく疲れてます。良かったです。でもね、初めてでもね、なんかちょっと安心します。一緒に楽しくやっていきましょう。はい。バッチリです。はい、ありがとうございます。はい、では乗ってください。暑いんですけど、ちょっと脱いでもいいですか？あ、どうぞどうぞ脱いでください。もう。あ、フランキー。社長が。サーキットトレーニングとやらをもうこれから体験しても。やってみますか。はい。はい、参りましょう。全体験です。はい、やってみます。実際にサーキットトレーニングをやってみました。音楽に合わせて足踏みとマシンを交互に行い、チェンジステーションの声で次のステーションに移動します。フィットネスに行ったことがない私は、どのタイミングで何をやればいいかが分かるおかげで迷わないので、すごくやりやすかったです。中でも私が一番効いたなと思ったのは、このスクワットトレーニングです。
太ももの筋肉って意外と普段使わないんだなぁと実感しました。ひどい筋肉痛になるほどの負荷ではなく、本当に買い物やお出かけのついでに立ち寄って運動ができそうだなと思いました。フィットネス初心者の人にも本当におすすめです。同じものが出てきました。はい、ということで今回はタニタビッツミで体験レッスンをさせていただきました。ありがとうございました。すごいなんか、初心者でも通いやすい感じがして、なんか疲れ方もすごいめっちゃどっと疲れたっていう感じじゃなくて、結構なんかいい疲れというか優しい疲れが、はい、あるような感じで、結構私でも続けられるかなって思いました。はい、で私通うとしたらダイエット目的で通いたいなと思うんですけど、はい、週に3回ここに通った場合で他に気をつけることって何かありますか？そうですね、週に2回から3回通ってくださった上での食事でしたら、タンパク質を取っていただければなと思います。タンパク質です、なるほど、はい、タンパク質は私が知ってるのはとりあえず鶏胸肉がたくさん、あと大豆製品とかに入ってるって聞いたんですけど、はい、あと他何かあります？そうですね、お魚でしたり、はい、卵、あ、卵、はい、卵大好きなんですよ。卵があれば生きていけるぐらいの卵です。もうタンパク質バッチリですね。いっぱい卵とお肉と大豆とお魚を食べて生きていきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、タニタビッツミキャンペーンとかやってらっしゃるんですか？あ、はい、ありがとうございます。タニタビッツミのキャンペーンですが、運動を始めやすい3月からスタートしていきます。店舗によってですね、キャンペーン期間が異なりますので、お近くの店舗までお問い合わせください。はい、ありがとうございます。3月からってことで、じゃあもうすぐ始まる感じですね。順次始まっていきます。はい、はい、じゃあ始めやすいタイミングってことで、はい、皆さんもタニタビッツミで頑張って運動をしよう。イエーイ、お願いします。はい、皆さん今日は動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。